ちょうどでね、飯食いましたけども。どこ行こうかね。ハードフー行く。うん。ハードフー行って、ヨーカドを見て、ジャスコ見れば割と、1時間半くらい潰すんじゃねえよ。でもどうぞ、そんな近場に回る。そっか。アメリカンパラダイスでも行くじゃん。行っとくか。うん。一回それぐらい離れるか。うん。高速戦隊、ターボレンジャー。高速センターだっけ？うん。愛を知らない悲しいボーマー。正義のパワーで、遥かな眠りの旅を捧げよう。なんか嫌な言い方だよね。なんか遠回しにした結果、かえって嫌な感じになってる。ねえ。遥かな眠りの旅を捧げよう。なんかすごい感じ悪いよね、それ。2番、優しい心を思い出させよう。逆だろ、普通。なんだろう、その死は救済みたいな感じだよね。うん。うん、まあ一応敵封印されてる設定だから、封印ってことなんだと思うけどね。なるほど。でも爆死させてんだよね、毎回。なるほどね。うん。愛を知らない悲しいボーマン。悲しいボーマン。勝手に哀れんでるもんね。ああ。いや、敵のやることがわけわかんなくてさ。人間をいっぱい固めて団子にして、はあ、敵のボスに食わせようとか。成功したのそれ？してない。あ、ね、成功したらやばいよね。うん。あとなんか傘をかぶさせられた人間が強制的に江戸時代の人間になって、はあ、ちょっと頭おかしい感じになって、なるほど、周りの現代人を襲い出すとか。あと汚れた水の汚染とかを食うゾンビを生み出して、うん、でもそのゾンビはなんか煙みたいなの出してより周りを汚すのでありますみたいな。なるほどね。よくわかんねえ周りくどい作戦をいっぱい出してくるよ。あ、うん、まあなんか変な凝り方してんね。うん、ゾンビ出すやつがペロペロボーマ。なるほどね。うん、ゾンビはゾンビだ、別に、はあ、ボーマゾンビみたいなやつで、その回にしか出ない割にはなんか造形凝ってんだけど。なるほどね。ミノカサボーマ、ペロペロボーマ、団子ボーマ。はあ。なんやねんっていう感じ。なるほどね。全部造形はいい感じだよ。グロテスクな感じで。ああ。最近あんまグロテスクな敵対って見ないね。まあ、ないね。時代柄だろうけど。555ぐらいがピークだった気がするよ。あ、ガオレンジャーあたりがちょっと愉快寄りになってる。そうだよね。うん。でアバレンジャーの敵カイジって何も出てこないの頭に。うん、爆弾でライオンってやつがいたぐらいしか覚えてない。ああ、英雄みたいな。なるほど。うん、戦隊の敵も本当覚えてない。確かにねえ、トレパンの敵カイジいいやつってもう名前無理だもんね。なんか一人でもさ、ザコ怪人で思い、ザコ怪人って言われたの1話しか出ないやつ、うん、思い出せたらあれだけど、まあ、鮭食わせるやつとダンスを踊らせるやつと、あ、それ、まあ、作戦系は覚えてるけども、名前サモーンだ。あー、そういう系か。なんとかサモーンだよ、多分。なるほどね。僕は戦隊怪人って名前の覚えやすさ屈指なの、豪怪ジャー系だと思ってるけどね。ああ、キアイドーとかね。そう、デラツ映画とか。ああ、スニークブラザーズ。ねえ。なんか全部言葉の意味分かれば分かるやつだからね。うん。インサーンもそうだし。うん。あとダマラスと、この間君に言われてバリゾーグが分かった時は、あーっと思って、ね、ああ、バリゾーグ。は。悪すぎる。ね、悪すぎて、うん、で親のアクドスギルはまあアクドスギルってことでね。うん、で僕はデラツ映画傑作だと思ってる家で、ね、はあ、何で僕デラツ映画って口癖で言いがちだけどさ、はあ、デラツ映画か、ツ映画なんだっけ、ツ映画じゃなくてツ映画だったかな、うん、分かんないけどね。むしろツ映画の方が合ってる可能性あるけど、うん、豪快じゃ普通の怪人がありつつ、たまに元の戦隊にちなんだやつも出るみたいな。そう、面白いよね、バランスが良かった。ああ、だって臨終剣の使い手だけど、なんだっけ、敵の組織
残虐か、うん、残虐の幹部だってやつもいたもんね、うん、ああいうの面白かったな。パチャカマック、パチャカマック2世みたいなね。一世的なやつはその暴言じゃジェヒレンジャーに出てくる。あ、そういうことか、うん、はあ。うん、でもなー、なんかライダーの怪獣より戦隊の怪獣の方が見た目面白い率は高いな、うん、デザイン凝ってる率で、うん、僕はどっちかというと戦隊派だから、ね、ああ。そういえば、うん、戦隊とライダーどっちすぎって言ったら僕は戦隊だけど、ね、なるほど。基本的にはあ、ゲキレンジャー、ゴーオンジャー、チッケンジャー、ゴセイジャー、ゴセイジャー、ゴセイジャーの、ゴセイジャーもう一周して好きだね、僕は。あ、まあ君そうだよね、当時すげえ嫌いだったけど、あ、割と今好きだね、ゴセイジャー。なんだろうな、今言っても絶対に違うって思うんだろうけどさ、うん、そのノリだと君何年か後にゼロワンなんだかんだ好きって言ってないし、微妙なとこだね。うん、でもゴセイジャーってまださ、いいとこもある気するけどね。あ、なるほど。でもゼロワンもそう、何年も経てばそうなるから、デザインはいいしね。そうなんだよね、うん。ゴセイジャーもまあアクションシーンとかは普通にちゃんとしてるから。ああ、僕だってあの五星アルティメットのあの UFO の携帯あるじゃない、うん、あれ当時マジでなんだこれって思ったけど、うん、色見たらちょっとかっこいいもんね。うん、まあそうだね。あ、ロボモードの腹の顔はよくわかんないけど、あれさ意味が不明すぎてちょっとね、うんうん、顔開いてヘッダー出てくるならもうヘッダー開いた状態のままでいいけど、あ、胴体丸いのもちょっとね、あれ、あ、ね、かっこ悪いんだよね。あ、なんか火花飛び散る感じのバトルシーン自体は割と良かった気がするけど。ああ、なるほどね。うん、あのアルティメットゴセイグレートのさ背中に背負うだけっていうのあったね。ほんと微妙だけどね。ああ、ロボいまいちで言うともう今年のロボはキラメイジン自体はまあそこまで悪くもないんだけど、ああ、その後はねって感じだった。あのなんか単体って一個一個にあのなんていうんだろうな、コンセプトが揃ってないというかね、うん、ザビューンみたいなのもいれば、エグスプレスみたいなのもいるし、うん、よくわかんなかったな。ドリルのやつは普通にメカだし、ああ、ドリじゃん、マシンドリじゃん、普通にメカなのすごい、ね、宝石モードないね、宝石は高道がなる、そうそうそう、そういうひねり方消えてんだけど、面白いかって言うと面白くないっていうのは多かったね、今年は。ね、うん、なんだね、話は面白いんだけどね。あ、平均点の高さで言えば近年最高だろう、ね、そうなんだよ。なんかじゃあ好きかってやると思うんだよ。なんかね、バーンっていったのあんまないなみたいな、うん、常に75点ぐらいは取り続けてる感じ。あ、でも75点以下はないけども90点とか取るときはあんまない感じ。まあそうだね、うん、まとまってるんだけどもすげえ面白いとはならないかなみたいな。ああ、それも絶妙なバランスを常にね極めちゃいってたね。ね、なんだろうね、毎週見てる分には面白いけども、戦隊面白い好きなやつランキング上位に来るかっていうと来ない感じ。ああ、確かにさ、人におすすめして後々まとめて見させようとは思んないね。うん、毎週見るのはすげえ面白いけども、あ、進めるなら普通にゴーカイジャーとかになるもんね。ね、恐竜ジャーとか。あ、そうだね、恐竜ジャーかな。恐竜ジャーって割と毎回安定してる系なんだけども、あ、面白い時の面白さちょっとすごいからね。ね、恐竜ジャーからその勢いいってる分抜いたぐらいの感じじゃない、キラメイジャーは。ああ、なるほどね。恐竜ジャーね、本当にみんなキャラも良かったしね。ああ、あれ当たりだったな。ああ、あれ、あれより面白いやつあれ以降に出てないよね。ないね。うん、で恐竜ジャー以降だと、ニンニン特急、ニンニン獣王、ああ、宮殿、トレパン、竜装か。まあそう言われるとまあ恐竜ジャー以上はないね。ああ、そのバランスの良さとか含めるとないね。ああ、あの一部分のバーンといった感は流走なかなかだけど、ああ、まあ、トレバンもいいよ。そうだね、うん、なんか特急ニンニン獣王あたりで僕の中の戦隊意欲すげえ落ちてたね。
あー、まあ、確かにボムもそんな気がする。ボムっていうのは君そうだったと思う。ニンニン特急あたりもうほんと何もだったな。なんかニンニンの時はボムの方がちょっと君より下だったけど、特急の時はボムがちょっと上行ったんだよ。特急じゃ別につまんないわけじゃなかったんだけど、なんかこうね、瞬発力に欠けてるというか。なるほど。キラメイジャーに僕の中で割と近いから。微妙に暗いしね、特急じゃ。なんかね、メイン会的なのになるとすんげえ暗い感じになる。いや、暗いのばっかだったよ。記憶失ったとかさ、なんかグリッターがパワーアップしたと思ったら Z 食うみたいな。あー、そうだったっけね。あの時期はライダーの方が面白かったかもしれない。ガイムとかやったし。ねえ。ドライブか。微妙だったな。ドライブ微妙だな。ドライブって割と、どうなんだろう。世間的にはどのぐらい人気なんだろうね。別に悪くもないんだけどね、ドライブも。そんなに。世間受けはやたらいい方だと思うよ。なんかこう、キャッチーな感じあるよ。ね、車に乗ってるっていう。あと、あのシーン単位でやっぱりあのここ好きっていう人も多いもんね、いろいろ。割と終盤に偏ってる、ね、人気が。ただ今でこそイケメン俳優代表みたいになってるけどさ、当時はさ、なんていうの、どっちかっていうと珍しくパッとしない人で来るんだみたいな。トマチンの助ね、みんななってたよね。地味な感じだった。そう、あ、なんかライダー系っぽくない感じのあれなんだなみたいな。もうニラの時期がほんとつまんなくて最悪だった ね。今なら一気見できるからいいんだろうけど、当時も割とまとめて見てたけどね、きついから。ニラマジできつかったね。そんな感じですよ。何かを買ってきますよ。そうだね、 GoPro 撮影ストップ。というわけでね、強くなれる理由を知った、シールを僕ら手に入れて強くなれる理由知ったんですけど、あのこれもう別の動画になってるだろうからさ、ここで言ってもへえってなると思うんだけどさ、あのあらかじめこのキャラが好きですって言って開けてよかったよ、言ったの手だからね。もうこれ次のノルマの場所でも何もなくてこれ売ってたらこれ買うと思うよ。ああそうだね、安いし。ああ安いし、特にこれ何当たっても問題ないっていうね、非常に便利なシールでしたね、鬼滅の刃ステッカー。じゃあジャスコ、まずハードオフじゃない。ああそうする。ハードオフに行くか。ハードオフが一番困るな、これ新品のやつ売ってないしね。そうだね、横のツタヤでガシャポン回すって言ってもあるから。ああなるほど。強くなれる理由を、あ、てかツタヤ鬼滅グッズめっちゃ売ってる、そういえば。まあもちろんだけど、あのちょっとお高めのグッズになるけどね。強くなれる理由を知った我々。あれなんだよね、なんかさ、僕あのイグロ好きって言うけどさ、あの僕が知ってるイグロの活躍シーンってあの感じ悪く出てくるとこだけだからね。なんか漫画のだいぶ終盤に活躍エピソードがあるらしいけど、僕が読んだとこではまだその後1回ぐらい出てきて、あ、でも出るんだ。なんか言ってたぐらいしかないもん。あれだよね、これ漫画の方でしか分かんないことだけど、漫画だとあのイグロ喋ると擬音でネチネチって出てるって、書いてある。すごいそういう喋り方するもんね。なんかわざわざ嫌なこと言いに来るみたいな。強くなれる理由を。なんかこの言葉ばっかり連呼するとさ、もうにわかと極まってる感あるよね。強くなれる理由を知った。あのよほど話すことなくなった時用にあれだったのはさ、今まだまあやるとは限らないよ。一応言うだけ言っとくっていうかさ、夜何もないなってなったらこれ思い出そうかなみたいな。あの白塗りとか品津川とかさ、あるじゃない。要はなんだ、たびたび言ってるからレンジマンには何回も説明してることになっちゃうけど、否定の意味の負っていうのに、知るって書いて、まあ、ひって書くから白塗りになるじゃない。知らぬってことで、
で否定の負の後に死ぬって書くから死なずな川なわけで、うん、そういうの考えようとさすがにか、うん、この辺あれじゃない、あのランボーが勝つだったら、ね微妙に違うね、微妙に違うんだ、あーコープがそう見えさせたけど、ああそうだそうだ、あの通りにもあるもんね、うん、あでもねあれよ、要はそのランボーの通りっていうのはもう一本左というかさ、うん、今我々はブリッジの右側を下から右上に上がってるんだけど、うん、左上に上がっていく V 字の分岐の方にランボーがあった。なるほどね。そう。今はなきランボー。そう。うん。ちびっこマン体操だったね。何？いないいないバーのさ、うん、みんなで踊るコーナーでさ、うん、ちびっこマン体操だった。ああ、ちびっこマン体操って響きは覚えてないけど、まあなんか聞けばもしかしたら、ああ、これねってなるかも。うん、わいわいわーい強い強い、あわいわいわーい泣かないぞってあれなんかわかるぞそれ、うん、なんとかかんとかちびっこまん、あーなんとかがいない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 ばなんかわかるぞ、うん、それが後にぐるぐるドッカーになるんだけど、あーあーあーああでもそうかも、頭に浮かんでたのぐるぐるドッカーのことかもしれないな、うん、ぐるぐるドッカーン、あのぐるぐるドッカーンあれだよね、なんかちょうど世代的にみんなネタにしやすいのがさ、うん、小学校中学年ぐらいだから ねあれになったのが、同い年ぐらいの人それ真面目に歌ってる系の動画結構 YouTube にあるよ、はっぐるぐるドッカーン、ぐるぐるドッカーン割といい歌だから、そうかなすごい珍しいけどさ、はあのあれ要はさこれ系のさ、はああのかっこいい曲だと思うなに対してそうかなってなっちゃうの珍しいんだけどさ、ぐるぐるドッカーンそんなかっこいい部分は盛り上がる感じするけど、なるほど、嬉しくなっちゃうなあ、ああぐる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 、あれの英語版を知り合いが歌ってた、それは実在するの、ないよ、あーそういうことか、中学の時に作ったってね、そうハッピーハッピーハッピー、あそうだよね、うん、直訳のやつだから我々も信者でそれやってね、うん、やったね、オラは人気者で、そう、うん、フューチャーソーグッドねえ、フューチャーソーグッド、うん、英語は逆に日本語に戻すんだよ、そうなっけな、慌てる慌てるだけ、困った困った困ったエブリアンコンプレイン、ああなっけ、ハキイズグッドみたいな、ああオラがオーラということになってハキになってるんだ、そういうこと、うん、今もそのハキってどの部分だっけと思ったけど、そういうことなの、うん、ベリージニアスオー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 みたいな、ああよくそれ一本放送やってたよ、うん、あれポッドキャスト版のやつがね、しかもあ聞いたことない人が多いかもしれない、そうだよね、そこまでさすがに家電フレンズのっていうかボブラジのやつを追ってたやつが何人いるか不明だよね、え、ボブラジってどのぐらいの人が見てたのかマジで謎だよね、再生数がそんな多い放送ではなかったっては言おうとしたけどさ、うん、割と聞いてたって出てくるんだよね、え、ここの信号さすごい短くてさ、そうこうなっちゃうんだね、いやー皆さんいかがお過ごしですか、今この放送がいつ配信されるか全く分かんないんであれですけど、そうだね、年末か年明けぐらいなんじゃねえかと思ってるああもう単純に次の収録いつになるかは全然わかんねえから、そうなんだよね、毎週1本配信する意味が特にないし、あ毎週1本にはなるけどね、この配信始まったら、いやーなんかこの2020年っていうのは何もない年だったからさ、なるほど、もう何もないよね、世間的にも何もないでしょ、まあ言いようによってはめちゃくちゃあったっていう、うん、そうだね、この10年で一番いろいろあった年ではある、ね、あ世間的にはね、うんね、テレビはみんな距離を離してやってますよ、そうだよね、うん、あれもうんざりだよね、ああでもかといって近づいてたらそれはそれでうんざりなんだよね、ね
なんでおかしくないかあれってなるから、積んでるんだよね。だからテレビ見てないし。なるほどね。キラメイジャーとセイバーと焦点しか、焦点がさ、最近きつくて。でもさ、よく焦点見るよね。普通に見るんじゃない。僕の周りみんな見てたでしょ。そうなんだ。僕の知り合い、焦点見てるし、ウソブクロ君もこの前見たっていう。界隈の違いかな。あの、ボブさ、知り合いで焦点見てるって人多分いないよ。逆に焦点以外見る番組あるのかって感じだけど。あ、でもそこかもしれない。あのさ、言ったらあれなんだけどさ、その時間帯にボブとかボブの周囲の人ってさ、働いてんのかな。テレビ見てなかったりね。あの、まあ、日曜みんなで遊ぶとかね。あ、そう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 、外出てんだよね。日曜の夜とか。確かにそうだよ。日曜のそれぐらいの時間、いつも僕、じゃあ何してるってなって思ったけど、大体友達といるわ。全く、土日、まあ、午前中でも外出てるけどね。大体。夜外に出てる日がないよ。まあそっか。こういう出かける日が月1で、この壁フレンズしかないから。他は大体3時ぐらいにはもうパジャマで布団に入ってるよ。そこまで完全に入ってるんだ。なるほどね。そうだね。下手すりゃ12時時点でパジャマだよ。なるほど。そんな日々で、まあもうウイルスとかでヤバくなる時代より前の時点でも3時ぐらいにはもう寝る感じで。あ、寝てんだ。3時ってだってあれだよね、午後3時でね。枯れ葉散る白いテラスの午後3時で。なるほどね。特にだって出かけなきゃいけないことないし。まあそうか。出かけてるにしても結局自転車で往復2時間ぐらいのところしかないわけじゃん。だすぐ終わるからね。あ、なるほどね。時間余ってるよ毎日。そういうことか。今年はいつも以上に余ってるし。なるほどね。まあ、あれなんだよな、この話出たついでなんだけどさ、実は2回目鬼滅行ってて、映画ね、行く予定なかったんだけどさ、鬼滅のアニメ見てる時に友達から電話来て、で、要はその A 君 B 君がもう合流してたんだけど、あまりにすることがないと。今市が言ってるわけにもいかないし。そうだね。で、だから、とりあえずボブに声かけてみたっていうことで、ボブがその時は鬼滅見てたなって話をしたときに、流れで鬼滅の映画じゃあ行くかってなって、で、まあ、ボブもまあなんかもう何回か見てもいいなって思ってたしっていうことで、2回目行ってっていうことはあったね。映画がね、鬼滅の刃が最後だな、今年最後。あ、でもあれがゼロワンあるわ、今年。あれ今年だもんね、キリね。あれ見なきゃ。めんどくせえ。まあそうだね、気は進む。でもいいよ、どうしよう。行くでしょ、ゼロワンで。行くよ。行かないことはないと思うんだよ。まあ家電フレンズでは行かないけども、もう12月だし。では個人で我々ね。行って。そう。感想書きづらそうだな。なんかさ、この今 SNS 時代でさ、役者の人とかスタッフの人もみんな Twitter とかやってるからさ、あんまり悪いことも書けないわけじゃん。まあそうだね。いくら正直に感想を言うにしても限度あるよね。まあそうだよね。だから僕ゼロワンでそこまで Twitter で文句言ってないでしょ。言ってるけどそこまでは言ってないもん。あのスタッフ死んでればいいかなと思って、この基準としては。昔の習って言うと、そう、主演の人とかが亡くなってれば、まあもういいじゃんってことで。まあそうだよね。ツイッターやってないとかね、その出演してた人が本人たちを傷つけないように、そういう配分でやってますよ僕は。なるほど。機械だゼロワンとかだから、まあ大丈夫かなっつって。なるほどね。多少文句も出てもいいかなみたいな。今そうなんで、何怖いってさ、あのチラッと本人に届く時あるからね。届くからね。届くよ。届くかつさ、焦るよあれ。いわゆるそのなんていうの、タレント業というか俳優業というかさ、そういうの以前は本当に SNS も何も接触してこなかったパターンの人ってさ、本気で傷ついて命絶っちゃう時とかあるよね。危険だからね。やっぱりなかなかね、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。
あ、いいんだよね、いいんだよね。しかも今なんで土屋来たんだってって思ったけど、うん、ハードオフに来たんだね。まあ何かを買ってきますわ、あれはね。そうだね。GoPro 撮影ストップ。